はい、皆さんこんにちは。うつ主のミョンミンです。今回はアップデートで追加された超鉱石やディープスレートを探しに行きたいと思います。そしてその後にはガーディアントラップを作りたいと思ってます。拠点の近くの場合、すでにアップデート前の地形で生成されているため、新要素を見つけることができません。そのためアップデート後に生成した場所を掘っていく必要があります。海底神殿の近くの島にしました。とりあえず岩盤まで掘ろうとしてるとき、高さ30で銅鉱石が出ました。ここら辺で出ることが分かったので、掘り進めていきたいと思います。あれから結構時間が経って、これだけの成果が得られました。シルクタッチで取ってきたので、これから幸運で解体していきます。意外とあった気がする。結果はこうなりました。24スタックって多い方なのかまだわかんないけど、とりあえずは良さそう。さっき取った銅を焼いていきます。ちなみに、今回のアップデートで、鉄インゴットの作成がちょっと変わった。まずは今まで通り鉄鉱石を取ります。そうすると原鉄というアイテムがドロップします。ここがアップデートで変わったところ。そして原鉄を焼けばインゴットになります。あと原鉄の段階で9個使って、原鉄ブロックを作ることもできます。これは金も銅も同じく、焼く前のものをブロックにできます。そして焼けば今まで通りインゴットになります。グローベリー増やしてみよう。吊るしてからコップにあげると増えます。これ正直何に使うかわかんない。ガーディアントラップ作っていきます。まずはガーディアンの発生ポイントを潰していきます。教えて小笠ちゃんのコーナー、始まるよ。いきなり新しいことしだしたよこの子。まずは上の方の4マス空いてるとこにブロックを置く。ちなみに方角あるから注意しよう。そしたらそこから2マス上にブロックを置く。次にさっきのブロックから、16マス目にブロック設置。ここからの青いポイントが枠ポイントです。気をつけたいのが中心の黒いやつから、枠ポイントの青を含んで16マス。ずれてると効率が落ちるから注意。次は図のよう20マス目に設置。そして最後に図のよう21マス目に設置。計25箇所設置できてれば OK。ここの周りにブロック置けば湧かなくなるよ。やばい、左下に何書いて集中できない。とりあえず完了しました。脇ポイントの上下にブロックを置きました。上の部分は他のモブが湧かないように、ハーフブロックを設置。今度は上に運ぶシステムを作ります。1箇所のみ開放しておけば、そこに集中して出現するという原理です。このぐらいの高さにします。ここにおなじみの、観察者とピストンの処理機構を作ります。3日目の夜なのでさすがに寝ておこう。ストレイ発見。ハスクと一緒に追加されたモブだった気がするけど、意外と存在薄い気がする。トライデントたくさん取ってきた。処理のとこで使うしちょうどいい。ベッド1つしかないので、一旦ネザーに避難。おやすみ。次はソウルサンドを使って移動させるとこ作ります。本来なら、クソマスずつ水を置くところを、全部置けば、簡単に行うことができます。正直仕組みがわかんない。下のブロックを、ソウルサンドに変えます。これで運べるようになりました。次にアイテム貯めるとこ作ります。ホッパーで繋げます。ピストン動作中にホッパー置きます。あれ？それ。次はこの周りを囲っていきます。その前に看板置きます。これは水が侵入するのを防ぐためですね。ガラス壊すを取っていいよね。気を取り直して周りを囲っていきます。完了しました。あとはここにトライデントを入れて、装置自体は完成しました。あとは放置するだけです。完璧にブロックしたつもりが、なんか湧いてるんですけど、これはさすがに登ってこないのも納得。ここのソウルサンド下げますわ。これで来なかったらもう諦めたい。面倒くさくなってきた。下を塞いでみる。やっと来た。これで完璧です。ここ起動させて、自動で処理が行われます。この後とある企画を行うので、Cランタンが大量に必要なんです。ですがこの装置があるので大丈夫でしょう。今回最後に原鉄ブロック作ってみよう。これは採掘場とかに置いたら、いい雰囲気出してくれそう。というわけで、今回はガーディアントラップを作っていきました。作ったの僕じゃないけど、次回はビーコンを作りたいと思います。そのためウィザーと戦闘しなければいけません。ウィザスケの頭自体はすでに集まってるので、次回はすぐに準備できそうです。ご視聴ありがとうございました。